コウさんもヒット打ったか。はい、はい、朝一、はい、ダブルヒット。おー、やったー。まさかまだ1出ると思ってなかったですね。フィールドは三重県志摩沖。これからシーズンを迎える平場でいろんな魚を狙います。初心者でも釣れる攻略法をお見せしちゃいますよ。これもあの毎10巻きぐらいです。アマダイ。おー、やばい。それでは早速フィッシングレバーをご紹介しましょう。オフショアを中心に伊勢湾を熟知しているはやぶさフィールドテスター伊予部光さん。幅広いジャンルを独自のテクニックで攻める実力派のアングラーです。はやぶさのアイテムを使い結果を出すはやぶさスタッフの橋本翔太さん。今回は五目平場でいろんな獲物を仕留めます。おはようございます。おはようございます。はやぶさフィールドスタッフの伊予部光です。はやぶさスタッフの橋本翔太です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日はね、はい、三重県、はい、三重県で五目平場ゲーム、お、うん、いいですね。こちらをやっていきたいと思います。はい、はい、でね、まあちょっと水深が深い、はい、おディープ平場。ディープ平場ですね、うん、はい。でまあ、大体 100m 前後で、お、うん、深ければ 150m ぐらい。あ、めちゃめちゃ深いですね。はい、へえ。その代わりにあの、まあ、五目平場なんで、はい、まあ、いろいろな魚種。そうですよね、うん、タイだけじゃなくて、そう、いろいろ、うん、はい、結構、まあ、タイラバってマダイが、ね、ポピュラーな、はい、ターゲットなんですけど、そうですね、はい、うん、じゃなくてもう本当にもう根魚から、はいはい、うん、まあ、高級魚のアマダイとか、お、うん、もう狙えますんで、はいはい、今回はねちょっとそちらの五目平場ゲーム、いいですね、うん、はい、ちょっと楽しんでいきたいと思います。はい、はい、それでは早速、ね、うん、明るくなってきたんで、そうですね、はい、そろそろ出船しますか。はい、はい、それではよろしくお願いします。お願いします。港を出船したフィッシングラバーの2人、島沖の兆候について聞いてみましょう。さあ、はい、出船しましたね。いよいよ出船しましたね、はい、メインがねやっぱね、レンコダイ。レンコダイ、うん、ほう、まあ、マダイにすごい似てるんですけど、はい、はい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 、まあ、タイの仲間ですよね。そうですね、はい、マダイももちろん狙えますし、うん、レンコダイもこれからどんどん釣れる、うん、まあ、桜ダイもね、はい、マダイの桜ダイも回ってくるので、いいですね、うん、で、まあ、あとはね、まあ、さっきも言った高級魚のアマダイとか、はい、アマダイ、シロアマ、シロアマ、うん、最高ですね。で、根魚もね、オニカサゴとか、はい、うっかりカサゴとか、おー、うん、なんか高級魚三昧ですね。高級魚っすよ。ですよね。はい、わあ、いいっすね。まあ青物回遊すれば、はい、塩とか、はい、サバとかね、アジとか、うん、まあ、本当に何でも釣れますね。本当に、うん、本当に魚種豊富って感じですね。ね、うん、いいっすね。でね、そういう時に、まあ、今回新商品の平場サク、はい、うん、があると、はい、そういった塩とか、はい、小型の青物系、ほうほう、うん、まあ、サバもアジも、平場やりつつ一緒に、あ、さらに何でも狙えちゃう、うん、うわー、いいっすね。そうなのでね、まあ、タイラボをやられる方はね、はい、うん、タイラバサビキをね、そうですね、一つでもね持っとくと非常に役に立つことです。やっぱはやぶさはサビキメーカーなんで、そこはもう、はい、サビキの橋本っていうぐらい言われたことないです。伊予部さん、橋本さん、仕掛けを準備してる間にポイントへ到着です。はい、じゃあポイント着きましたんでね、はい、到着しましたね、はい、ちょっと早速やっていきますか。やっていきましょう。はい、はい、ね、ルアーなんですけど、はい、フリースライド TG、 はい、うん、まあちょっと深いんでね、タングステン素材で、そうですね、はい、やっていきたいと思います。これは 160g ですからね。そうですね、とりあえず160回やってみて、はい、で、まああと潮の流れとか、はい、うん、によって225、なるほど、うん、まで、はい、はい、使っていこうかなと思います。わかりました。僕はもう全部トリプルチャートで揃えてますんで緑ですね。はい、これでいきたいと思います、はい、僕のはね、オレンジ、ヘッドがオレンジで、はい、うん、ネクタイはちょっと黒っぽい、
ダークレッドゼブラ。ダークレッドゼブラですか。はい。ね、はい。で、まあネクタイは両方ともバルキーカーリー。バルキーカーリーですね。はい、分厚いやつで。はい。やっていきましょう。これでやっていきたいと思います。はい。はい。今回使うタックルはこんな感じ。タイラバヘッドはフリースライド TG ヘッド 160g、 ネクタイはフリースライドのバルキーカーリーダブルに、フックはフリースライド瞬間マダイスペアフックセットを使います。そしてネクタイが簡単に交換できるサクッとスライド、ロッドやリールはご覧の通りです。わあ、すごいなこれ。すごいすごいでしょう。こんな深い、一回ついちゃえばね。そうですね、もう楽なんです、ね、あとはずっと、うん、これって着底したら何回ぐらい巻くんですか。はい、僕はだいたいどうだろう、20回ぐらい、うん、なるほど。15から20。じゃあ結構ボトム中心の攻めっすね。そうですね。でこうラインにどんどん角度がついていくじゃないですか。はい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 。そうすると船の真下にタイラバがあるわけじゃないじゃないですか。どんどん流されてるんで、はいはい、そうですよね。まあそういう時はもう20回から30回とか、あ、ちょっと多めに巻いてあげて、はいはいはい、うん、まあイメージ的にはボトムから 10m ぐらい上げるような。なるほど、うん、お、フォールできた。いきなり食った。フォールできました。お、来た来た来た。何かわからないですけど上げるまでわからんすからね。おー、引いてる引いてる、引いてます引いてます。楽しみっすね、上がってくるのが。あー、でも結構重量感あるっすね。お、寝魚系ですか。寝魚系ですね。お、食った。お、食った。コウさんもヒット食ったぞ。はい、これ深いんでね。いやファイト時間めっちゃ長いっす。コウさん、手巻きっすか。いや、それは手巻きですよね。男ならね。男は手巻きっすよ。はい、300m だとか手巻きっすよ。見えた。なんじゃこりゃ。なんでしょう。お、なんか白い。白い。お、レンコ。お、レンコ。レンコ台、よいしょ。レンコ台、ゲットです。バルキーカーリートリプルチャートで来ましたね。朝一発目、やりました。レンコっすか。はい。お、よいしょ。あ、ネクタイがない。あら、ネクタイなくなってる。食べ、ネクタイだ。ネクタイがタイになってる。はい、綺麗な綺麗なレンコタイ。はい、朝一、はい、ダブルヒット。やばいっすね、はい、1投目で。そうですね、はい、まあ、両方ともね、綺麗なレンコタイですね、うん、めちゃくちゃ美味しそうな魚ですね、はい。橋本さん、どんな感じでした。僕はね、うん、もう完全フォールでのヒットでしたね。着底する前にもうなんかラインが止まったんで、はい、合わせたらもうかかってました。はい、僕はね、もうボトムから本当に巻きの、はい、まあ、5巻きぐらい。5巻きぐらい、うん、で、もうマダイみたいな、もうコンコンコンっていうあたりで。いいですね、はい、気持ちいいですね。気持ちいいですね。いや、楽しい、はい、最高です。まあ、こんな感じで、はい、うん、どんどん魚種を増やしていって増やしていきましょう、はい、いきましょう、はい、はい。やっぱ TG で落ちるの早いと勝負も早いですね。まあ、そうね、水深もね、この辺 100m 超えてるんで、はい、うん、まあ、やっぱ鉛よりかはタング線の方がホールスピードも速いし、そうですね、うん、で高比重高感度なんで、はい、うん、ボトム着底も分かりやすいっていうのはね、そうですね、うん、やっぱタング線の強みだと思うんで、うん、当たりもすごい分かりやすかったです、はい、タング線やっぱいいですね。いいですね、はい。高比重高感度の TG ヘッドで見事レンコダイをダブルゲットです。続いてこちら、小さいですが便利なアイテムなんです。まあ、ワンタッチでこのネクタイだけを交換できるっていう。で、このカバーを外してもらって、で、こうやってネクタイだけワンタッチでスピーディーに交換できるアイテムがこのサクッとスライド。これでね、まあすごい、試合が来た時とか、あのいちいち結び直す手間も省けて、ワンタッチで簡単にネクタイを交換できるっていうアイテムです。
そうですね、ヘッドはね、フリースライド、まあ、フリーでスライドするっていう意味で、フリーでヘッドだけ落ちていって、で、ボトムについたときに、まあ、ネクタイが後からこうやってナチュラルでふわーっと落ちてくるっていう。で、このフォール中、ヘッドが着底して、このネクタイが着底する前のフォール中でも、バイトを誘い出せるっていうのが、このフリースライドの特徴ですね。で、巻き始めると、まあ、こうやって引っ張られて、ここで固定されて、このまま上がってくるっていう。それがこのハヤブサのフリースライドです。そうですね。ハンチから確定が高いのか、もしくはカーリーの水流が出るのか、なんかね、これ。もう間違いなくカーリーの水流がね、そうですね、うん、まあ強波動でね、強波動で、うん、頭詰めの活性が高い時にですね、はい。で、バルキューカーリーってすごい分厚いですもんね、生地が、うん、そうですね、厚いんでね、やっぱ水かみもいいんでね、そうですよね、うん、アピール力は抜群、だいぶ強いですね、うん、おー、来たー、おー、来てるー、ヒットですね。ヒットですね。これはさっきと違ってそのボトムから巻き始めすぐでしたね。お、アマダイ？じゃあアマダイ？アマダイかな。おー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 、何これ、なんか食ったっす途中で。アマダイちゃうかって言ってるよ船長が。おー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 、急に引き出したね。急にサフェに食われた。え？そろそろ見えてきてもいい頃合い。ああ、見えた、見えました。魚体がちょっと白いですね。アマダイじゃないの？まさか、まさかまさか、何ですか？マダイ。おお、やったマダイ、やりました、マダイ、マダイ、おお、すごい、マダイいいな、来ましたよ。まさかマダイ釣れると思ってなかったですね。ねえ、しかもいいサイズ。なんか来ましたわ。なんか来ました。仕掛けはですね、フリースライド、はい、のバルキーカーリーってやつですね、の今年の新しいカラーです、はい。全個台です、はい。サポートスタッフの坂本さんも見事レンコダイをゲットです。来ました。マジですか。これチャートです。これもあの毎10巻ぐらい浮いてました。おー、上がってきた、見えましたよ。何ですか。おー、アマダイ。おー、アマダイ来た。釣りたかったっすよ、アマダイ。やりました。さあ、この勢いで後半戦もじゃんじゃん釣ります。島沖で五目タイラバを楽しむフィッシングラバーの2人。お、ホールできた。いきなり食った。お、コウさんもヒット。はい、開始早々、伊代部さんと橋本さんにレンコダイのダブルヒット。そして橋本さんに大きな当たりが。やった。後半戦スタートです。さあ、3魚種目、はい、アマダイ釣れて、アマダイ釣れましたね。あとは2魚種、あと2魚種で、で5目達成、はい、なんとか達成したいですね。まあ、この調子でいったらいけるんじゃないですかと思いますね。はい、20メーターぐらい、あ、全然引かへんですね。ついてるんかな、そもそも。そのレベルで。かわいいのが釣れました。はい、仕掛けは、仕掛けバルキーカーリーのシングルとダブルの半分を切って使ってます。で、新色のオレンジゼブラとトリプルチャートです。もしかしたら魚かかってるかも。お、わかんないですけど。4魚種目かですか。あー、何もない。え、いや、おおお、来た。4魚種目、エソです。エソ、はい、
やりました。これも一応ね、もうそれは魚なんで、ね、4魚種ですから。4魚種ですよ。はい、やりました。はい、というわけでですね、最終兵器投入したいと思います。これが、タイラバサビキです。はい、普通のサビキってこう針にですね、こういう何ですかね、キラキラしたものがついてて、アジとかそういう回遊魚系を狙う、まあ、非常にこう釣りの中でもオーソドックスな釣りなんですけど、それをタイラバに流用しました。はい、でジギングサビキとかですね、そういうジギングの時につける のもあるんですけど、今回はタイラバサビキということですね。はい、まあもう普通にこうした普通のタイラバヘッドにネクタイ、針装着して、この上に結ぶだけです。はい、でね、このタイラバサビキ、ツイストケイムラレインボーというですね、この疑似を使ってるんですけど、ケイムラってやっぱりその海の中でこう怪しく光るんですよね。その光がやっぱりこういう特に五目タイラバ、根魚なんかにはもうめちゃくちゃ効くと思うので、これでやってみたいと思います。おお、来てる、来てます。タイラバサビキ、タイラバサビキやばいっす。タイラバサビキやばい、すごい、見えました。おお、何ですか。おお、サビキの方にかかってる。おお、サビキ、やっぱりタイラバサビキ強いっすね。レンコダイです。もう食った、よいしょ。おお、パパさんヒット、ヒット、ナイスです。どっちにかかったかわからんけど、はい、多分サビキじゃないかな。なんだろうな、1匹目よりか全然引くな。コウさん、はいはい、ついに思わせぶりな魚かも。新魚種来い、新魚種。あ、なんか2個おるな、2個。ダブル、マジっすかダブル、すげえ、結構いいタイプ、後ろダブル、はい、しかも A サイズすげえ、まさかのダブルヒット。はい、ジギングサビキに変えたらね、レンコダブル、タイラバとサビキの方に1匹ずつね。結構サイズいい方ですよね、これね。最大くらいですですよね。いやー、ジギングサビキやばいですね。やばいですね、連発してますね。サビキでもちょっとレンコ以外釣りたいね。ですね、ね。サビキに反応してくるのはレンコダイばかり。5種目目を狙って仕掛けをそこまで落とします。ねえ、何が釣れるでしょうね。食った、すごいね、早っ、すごいね、マジっすかすごいな、これ最強っすね、タイラバサビキ。もう二巻きぐらいで、わー、ボクボクだ、すごい、サビキすごいっす、すごい、すごい、すごいしか言いようがない、言いようがないですね、この釣れっぷり。やっぱり遠くからでもアピールできるんでしょうね、群れに見えるというか。あと深いとこね、水深 120m とかやってるから、やっぱケイムラの、はい、ね、引きますね、発光力っていうか。なんだこれは、お、またレンコ、またレンコ、しかもよいしょ、タイラバの方ですね。タイラバの方でしたね。おお、いいサイズしかも、はい、またまたレンコダイ、まあ、今回はね、タイラバの方に食ってきました。そろそろ見えてくるはずです。お、見えた、どっちについてるでしょうか。あー、レンコちゃんですね。これはサビキの方に来てますね。おー、コウさん連発やばい。これサビキがさ、た、あのタイラバがこうボトムについて、はい、サビキがこうふわってなる、ふわってナジャにね、フォールしていくときにですね、食ってるかもしれんね。はい、でも全然引かない。マジですか。エソ。でもサイズ感とか重量感はあるでしょ。重量感はあるね。
でも白いから、お、白いレンコか、レンコですか、レンコか、なんだ、あ、なんか違うぞ、お、あ、なんか違う、お、五種、なんか違う、五種、やったー、はい、これ五種目目だよね、五種目目で、五種目目、カイワリっていう魚らしいです。伊予部さん、見事カイワリを釣り上げ、五種目目達成です。おっしゃ、食った、おお、食った、高山ヒット。さすが、食ったぞ。さあ何かな、さあ何かな、何かな。さあ見えてきた、白い、お、白いぞ、白い、レンコちゃんか、あ、レンコちゃんや、はい、レンコちゃんです、よいしょ、レンコ台めちゃくちゃ多いですね、うわー、来たー、来た来たー、今ね場所を、来ました、打った、みんなヒットしますね、今ちょっとポイント移動して、ちょっと背、岩礁とか背周りを来て、根魚とかあと青物、塩とかそういうのを狙いに来たんですけど、まあ、一発目はとりあえず安定のレンコ台、まあ、これからねまたちょっと魚種が増えればいいかなと思います、はい、結構ね、なんていうんですかね、レンコっぽくはないですね。お、目魚な気が。お、新魚種？新魚種な可能性もありますよ。え、何これ？え、何？何？何？お、アマダイや。おお、いやー、全部違う魚。ちょっと、はい、一番美味しいの持ってくね。いや、まさかの。僕も取れました。やったー、アジ、アジでこれで6魚種目。はい。はい、しかもトリプルヒット。ットはい、最高です。めっちゃ釣れる。先生。あ、なんだ。なんでしょう。重そう。ちょっと重いね。さあ何が上がってくるか。さあさあさあ。新魚種か。それとも安定のレンコか。あー白い、よ、白い、あ、アマダイだ、やだー、しかも A サイズ、今日一、やったー、アマダイが来た、やりました、アマダイ来ました、タイ玉の方に食ってきましたね。そして後方では坂本さんに高級魚が着底同時に、いきなりゴゴゴンと当たって食ってきたのがこいつでした、オニカバトです、はい、島沖の五目タイラバをしっかり堪能した皆さん、お土産もたくさん釣れたところでこの日は終了です。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。いやー、はい、楽しかったですね。めちゃくちゃ楽しかったです ね、もう本当にね、はい、魚の豊富、うん、本当に魚種というか魚影が濃い、そうですね、はい、うん、で今日も全部で7、8、6、7、8、7ですかね、はい、7魚種すごいですよね、うん、タイラバってやっぱりマダイのイメージがあったんですけど、そうですね、はいはい、マダイはもちろん釣れましたし、うん、そうなんだね、マダイも釣れましたもん ね、はい、であとはアマダイですか、うん、アマダイに、まあ、レンコダイ、レンコダイ多かったですね、うん、はい、ね、意外とねアジとかね、うん、ですね、うん、あとオニカサゴやら、はい、まあ、エソとかね、そうですね、うん、結構ねもう本当に五目タイラバ、はい、ね、いろいろな魚種が、うんうん、釣れるし、しかもあの今日使ったはいタイラバサビ、タイラバサビあれが効きましたね、あれはやばかったですね、はい、うん、本当にタイラバで当たりが止まった時間帯に、はい、タイラバサビつけたら、はい、もうそこからまたね、ね、魚のスイッチが入るのが、うん、一撃でしたね、本当入れ食い状態でした、ね、入れ食い状態でした、ね、はい、こういうマダイだけじゃなくて、うん、いろんな五目タイラバ狙うときは、うん、タイラバサビキは必須ですね、そうです ね、はい、絶対、まあね、こういうバッカンとかね入れ物にそうです、ね、うん、入れておくと、はい、非常に、ね、非常にいいと思いますね、はい、まあ、こんなね五目タイラバ、まあ、本当に初心者の方とかね、そうですね、うん、でも全然手軽にやれるんで、うん、まあ、あの
フリースライドの TG と、はい、タイダバサビキ、はい、忘れずにね持って、そうですね、うん、ぜひ五目タイダバをチャレンジしてみてください。はい、はい、それでは今日は、はい、終わりましょうか。終わりますか。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。そうですね、まあ今日かなりね深い水深でタイラバーやらせていただいたんですけど、まあ、これから暖かくなってくればどんどんタイももっと浅いところで上がってきますんで、でまあノッコミマダイ、腹ポンポンの卵とか白子持ったタイがね今から連れてくると思いますんで、まあ、初心者の方でもねタイラバー簡単にやれますんで、まあ、ぜひいろんな方に挑戦してもらいたいなと思います。